おむつしおむつ寿司は、徳島県を主体とする育児雑誌,雑誌出版社、ワイヤーオレンジより2012年12月に発売された出産祝いギフト。お寿司をモチーフに、シャリ部分はおむつ、ネタ部分はよだれかけなどの育児グッズを中心に構成した日本版おむつケーキとして、同社のスタッフ、モンタスケーキが考案。今治タオルを用いてマグロ、よだれかけを用いてエビ。 ベビーソックスを用いて、鉄火巻き、保冷剤を用いて、イクラなどの寿司ネタを模し、ガリバランリバ箱、風呂敷等の付属物も,も付いている。なお、おむつ寿司の故障は、同社の登録商標である。おむつ寿司の派生品として、おむつカレーが2014年4月1日に発売。2016年6月20日には、人気ブランド4社の新生児用紙おむつが、使い比べできる。 おむつ赤飯を翌年の2017年7月7日にはおむつ寿司の究極版として寿司桶に詰めたおむつ寿司匠を発売している。また2020年11月29日いい肉の日におむつバーガーが新たにラインアップ。過去にはちょい握りセットおむつ寿司湯山箱バージョンおむつたこ焼きも限定販売されていた。ありがとうございます。